お世話になります。一人でございます。私は少し悩みがありまして、それは大量にポケモン動画を上げているんですが、対戦においては完全なる素人なんですよね。どのくらい素人かというと、ランクマ童貞で、実際見てください。今の記録はこんな感じでございまして、過去の対戦もほとんどしておりません。ちゃんと育成したことはないですし、タイプすら覚えていなくて、種族値もドラゴンがすごいくらいしかわかりません。あと知ってんのは、ライボーリさんとか、モボーさんとかがおっしゃった言葉くらいで、バンギ、玉持ち、インファ読み、等々の名称くらいしか存じ上げておりません。こんなんじゃ実況者として活動できないので、今回はこの企画をやろうと思います。題して、1週間ランクマ生活だ1週間ランクマをひたすらにやり、どこまで強くなれるのか検証していきたいと思います。この企画のルール、私は実家暮らしほぼニートで、食事の供給もあるので、このニートの特権を生かして、基本的に家から一歩も出ず、一週間ずっと引きこもってランクマに関することだけをやります。糞尿、風呂、食事、メールチェック以外は、すべてポケモン付け。誰からも連絡は来ませんが、スマホやネットもポケモン以外については封印。ただ、禁欲だけはできません。一人遊びは10分で済みますし、しないと寝つけないので、そこはご容赦ください。育成中の動画視聴はあり。さすがに育成から始めると、それだけで1日経ってしまうと思いますので、一応サイトにあった強いと言われるポケモンをサイトの通り適当に育成しておきました。それでは現在2月7日金曜日9時57分から早速始めていきましょう。まずはどうすればいいかもう何も分かんないんで、とりあえず戦ってみたいと思います。あー無理か。初回3立てされました。いやーやっぱ厳しいな。知識なさすぎてきついっすね。よっしゃ、いやこれ運勝ちだな。初勝利しました。よっしゃ、種族値とか覚えながらやっていきたいと思います。はい、ということで30回ぐらい戦いまして、なかなかね勝率も上がってきて感覚がつかめてきました。ただパーティー適当に組んで使い方もよく分かってないんで、ほとんどねオーロンゲとかアーマーガーとかミミッケとかほとんど使ってなくて、で一応ギャラドスとかいるんですけど、カバルゾンに対してなかなかね対策ができてないんで、カバルゾンの対策をねちょっと勉強したいなと思います。パソコン使っていろいろ調べてねやっていきたいと思います。ついでに育成もしようかなと思います。必要だったらスタート。こんな感じでルケニーレイドやってます。ジョイコンのスティックを1個ずつ外して、それで両手に持ってやるとめちゃくちゃ効率よくできるので、これおすすめです。まあ、とりあえずねこのルケニーレイドを 2,3 時間休憩がてらやりたいと思います。まあまたどうせね育成することあると思うんで、まあ、やっちゃいましょう。よし、これでようやくインテレオンとヒヒダルマの育成が完了しました。これで夜ご飯を食べて、その後またね対戦やっていきたいと思います。もう10回ぐらい切れて負けてるんですけど、夜になったらもう急に通信が切れ始めて、ですからテレビでちょっとやりたいと思います。対戦すらできないっていう。はい、それでは12時半になりましたので1日目終了でございます。だいたい40戦ぐらいやって半分以上負けてるっていう感じですね。だんだん感覚とかも覚えてきて、ようやくちょっと慣れてきたっていう感じですね。ただ種族値とか全然わかんないのが多くて、そのせいで負けるみたいなことが結構あるので、種族値覚えつつやればもうちょっといけるんじゃないかなと思います。おはようございます。2日目でございます。また毛布でくるまりながらランクマひたすらやっていきたいと思います。はい、ということで今だいたい6時ぐらいなんですが、今日対戦やりまくってだいたいね50戦ぐらいもうすでにやりました。勝率上がってはいないんですけど、結構半分ぐらいをだいたい保ててる感じなんで、もう悪くはないんじゃないかなと思います。レベルが上がってくるにつれて、ヒートロトムとギャラドスのあんま使うところがなくてですね、ほぼこの2体は空気とかしてますので、この別のね代わりになるやつをちょっとまたネットで検索したりして探してみたいと思います。はい、それでは育成がね 2,3 時間かけてようやく終わりました。結構時間かかっちゃったので1時間くらいだけね残りやって寝たいと思います。はい、それでは2日目終了でございます。2日目は結構まあそこそこねまた理解して勝てるようになった気がしますが、まあ勝率的にはそこまで変わってないですね。ただランクも上がってきてるので、その分も考えるとまあ悪くないんじゃないかなと思います。ただここから結構ねなかなか厳しそうな印象もありますが、まだ2日目ですのでね、どんどんやっていきたいと思います。それではおやすみなさい。お
はようございます。3日目でございます。ちょっとね、10時半ということで遅くなっちゃったんですが、引き続きまたやっていきたいと思います。というのも、一貫戦3日目にしてもう疲労が尋常じゃないんですね。やっぱ普段と違うことをもう1日中やってるからか、結構しっかり寝てるんですけど、ここ2日ぐらい、なのにすっげー疲れてるんで、とはいえね、まあ楽しいんで、まあ引き続きね、頑張ってやるしかないですね。やっていきます。そろそろ少しずつ知識がついてきたので、実況もねできるんじゃないかと思います。まあまだわかんないですけど、パーティーはこんな感じでございまして、だるまかな、オーロンゲ、ドリューズでもいいけど、ヒヒだるまいますから、ちゃっちゃと相手倒すっていうイメージでいきたいと思います。つらら落とし一発で落ちると思います。こいつはこだわりハチマキの、マジ当たらないとかあんの。ここで弱点保険発動させていきたいなと思います。ハイパーボースですよ、どうせ。しかもこれ多分光の壁あるんで死なない。死ぬ？マジかよ。多分これ落ちると思うんだけどね。落ちない。全然入んないじゃん。こんな入らない。はい、それではこれで3日目終了でございます。もうやりすぎて気持ち悪いんですけどね、対戦を。結構なかなか掴めてきてはいるんですけど、完璧に五分なのが不思議です。何回か連勝したら何回か負けてっていう感じで、もうすごいんですよね、この五分っぷりが。もう最初の日から全部五分です。あとポケモンとかもね、変更していかないとそろそろきつそうなイメージもあるんですが、とりあえず今いるポケモンでね、まだやっていきたいと思います。おはようございます。4日目になりました。とうとう折り返し地点になりましたが、今日も頑張っていきたいと思います。めっちゃ遅く起きちゃいましたね。いかんせんちょっとポケモンで思ってるよりハードですね。そんなやってる最中は全然楽しくやってるんですけど、もうすげえ体の疲れが尋常じゃなくて、もうすげえ疲れて今日も遅く起きちゃいましたね。まあとりあえずそんなこと言ったらどうにもならないので、続きやっていきたいと思います。めちゃくちゃ調子悪いなと思ったら、今8度近く熱がございましたので、ちょっと休もうかなと思います。まあこの分はね、どっかで補ってやるっていう感じでやっていきたいと思います。いやーマジか、なんか調子良くねえなと思ったら風邪ひいてましたね。ポケモンやりすぎですね、完全に。今あんま調子良くないんですけど、まあ少しねポケモンできそうなんで、まあ寝ながらねやりたいと思います。一日休んだんですけど、ようやく熱がね、引いてきました。今日は朝から8度ぐらいあったんですけど、なんとか37度ぐらいまで落ち着きましたんで、今夜でございまして、4日目の途中でやめたので、4日目の途中の続きからね、やるっていうことでやりたいと思います。ですので、これをやったら4日目が消費されるっていう感じですね。はい、これで4日目終了でございます。結局対戦するとかいうよりは、いろいろ対策をずっと考えてましたね。ネットで検索して、明日対戦に入りたいと思います。今日は5日目です。ただ最高の調子とは言えないので、ちょっと寝ながらね、布団の中で今日はポケモンやりたいと思います。まずは昨日からやってる対策を考えるっていう感じですかね。育成が必要だったら育成やるっていう感じですかね。今立ちふさぐ馬作ろうと思ってるんですけど、火炎玉がねなかなか手に入らず、今、奮闘しているところです。まあこれね、残りちょっと少ない時間ですけど、やっていきたいと思います。それではラスト2日、火炎玉が欲しいんで、火炎玉の入手をね頑張ってやりたいと思います。まずはまあこれで1時間やって手に入らなかったらもうやめようかなと思います。またランクマちょっとできる時間短くなっちゃいましたけど、まあとりあえずやっていきます。結局2時間ぐらいやったんですけど、火炎玉手に入んなかったっす。めっちゃ時間無駄にしましたね。まあ、他のポケモンで対処したいなと思います。また新たなポケモン考えてね、そいつ育成してからまたランクマッチ潜りたいと思います。うわ、時間マジで無駄にしたな、バカだな。残り本日少ないですけど、ランクマやっていきましょう。それでは6日目終了でございます。ここに来てもう何連敗もしました。勝率5分だったのに、もうだんだんね負けの方がね混んできましたね。本当にきつい状況で、マジでやめたくなるレベルで、本当しんどい状態ですね。なんとか糸口を探そうと思ってるんですけど、探して新しい対策をしてもダメみたいな、それでもうパーティーがぐっちゃぐちゃになるみたいな感じの状況で、どんな方法もあまりうまくいかずっていう感じですかね。まあとりあえずラストはねあんま期待できないですが、頑張っていきたいと思います。
おはようございます。7日目、ラストの日やっていきたいと思います。もう自分のパーティーもわけわからなくなってしまって、もう新しく育成することもね、多分時間的に厳しいので、一応レンタルパーティーでねやっていきたいと思います。1週間ラクマ生活、これがラスト試合です。これで勝ったら5分以上、負けたら5分になります。ちょうどここで勝ちたい。ラストとジュラルドンとかいるから、まあダルマ入れよう。ミミッキュロトムダルマ、いやーこれ微妙だな、わかんねえ。ロトム、うわー一番きついかな正直言って。じゃれつくかな。ボルチェン、オッケーオッケー。ボルチェンはラッキーじゃない、これアーマーが、うー、こいつが一番やっぱきついっすね。いやこれロトムに変えるしかないっすね。攻撃してくるんじゃない多分。ロトム、ロトム、これはラッキーかも、もしかしたら。俺はでもワンチャン倒せるぞ。オッケーオッケー。どうだこれ、大文字とかゴーストダイブ、うこれはラッキーじゃない、むしろここで。ここダイマックスの大アイス、最悪多分ガーが来てもいけると思う。あ、これ勝ったね、これ勝ったね絶対。オッケー、大アイス来た、これ絶対勝ったね。大アイスでいきます。ある程度削っとけば、オッケーオッケー、オッケーオッケー、これでオッケーオッケー。まあ光った、完全に勝った。オッケー、よっしゃラスト、よっしゃ終わった、勝って終わり。これはナイスですね、はっきり言って。これ負けてたら5分でしたから、ラスト1勝勝ったことによって5分以上に持ってきましたね勝率。はい、ということでようやく終わりました。しゃー、これやばくないですか、ヒゲがボボボボボボボですよ、もう本当に。これもうまさにポケモン廃人みたいになっちゃってますね本当に。ということで結果発表、まず前提としてマスターボールランクまで行きました。だいたいね、もう2日目の夕方頃にはマスターボールランクには行けました。かかった試合数はね80戦くらいしたので結構かかりましたけど、普通にそこまではね行けましたね。で、順位はどうなってるかというと、最後は 22,781 位でございます。で、最高順位はどれくらいかというと 17,262 位が最高なんじゃないかなと思います。それだけ画像残ってたので、多分ねそれが瞬間では最高かなと思います。で、まあ合計対戦回数はね284回でございまして、勝った数は143回、負けた数141回でございます。不思議なことに1日目からほぼ勝率がずっと五分のまま一緒なんですよね。すげえよくはないけど、そこそこ知識はついたんじゃないかなと思います。ただこの企画としては全然面白くない、ならモンスターボール級で終わった方が良かった、微妙なところですねこれは。で、感想としてはもうまっさらにほぼない知識から始めたので、結構ね私としてはねうまくできるようになったんじゃないかなと思います。で、特にきつかったのがね戦術ですね。戦い方では結構割となんとなく掴めてきたんですけど、なんか初手に出すポケモンがどうかとか、それがね一番考えるのが私として難しかったですね。最後の辺まで結局全然分からず、なんか適当な感じで選んじゃって、あーもう分かんねえ、もう適当になっちゃったみたいな感じで出してアドリブでやるみたいな感じになっちゃったんで、そのあたりもう少し詰めれば強くなれるんじゃないかなと思いました。あとパーティーがもう最終的に自分じゃなくて誰かのパーティーをレンタルしてやってましたね。はじめそのサイト通りのやつを作ったんですけど、それである程度戦えたんですよ。そこで足りないやつをなんか自分なりに追加してどんどん変えてったら、逆にもう戦えなくなっちゃって、もうそっからもう負けがね込んでひどい状態になったんですよ。まあ総じてもうちょっとねやらないと、私のこの脳みそではあんまりうまくねできないんですね本当に。これ1週間ランクマ生活やったんですけど、正直まだまだ全然足りないですね。ただこんぐらいでやめないと本当は気が狂いそうになります、正直。ずっとランクマだけやってると、まあもちろん育成とかもやってたんですけど、何がきついってもう初心者なんで訳も分からずやって負けまくって、そん時の本当に心が辛い、もうどうすればいいか全く意味が分からなくなってくるっていうのが本当に辛かった。でもねもう全部としては結構まあ楽しめたんじゃないかなと思います。ということでこれで1週間ランクマ生活は終了でございます。本当はウイルス感染防止に皆さんもやってみてはどうですかみたいな感じで締めようと思ったんですけど、動画見ていただいた方は分かる通り引きこもっても風邪ひくのでご注意ください皆さんも。いやこれぞまさにポケルス。